お料理クマチャンネルです。今回はチョコクッキー第2弾 SNS チョコクッキーを作ります。それではやっていきましょう。材料はこちら。まずロゴを反転印刷した紙をクリアファイルに入れます。ホワイトチョコを溶かして食用色素でそれぞれの色を作っていきます。食用色素はこのままチョコに入れると粒々が残ってきれいに混ざらないので、必ずサラダ油で溶かしてから混ぜます。スーの色は青と緑を混ぜました。ツイッターは青だけ、フェイスブックは青と黒を混ぜました。クリアファイルをきれいに拭いて、爪楊枝で文字や絵柄を塗りつぶしていきます。濡れたら一度冷凍庫で冷やし固めます。固まったらはみ出した部分を爪楊枝で削ります。外側の部分も塗りつぶしていきましょう。すべて濡れたらまた冷凍庫で冷やし固めておきます。次にクッキーを作ります。プレーンクッキーの作り方は下の説明文にも載せておきます。ロゴをハサミでカット、生地にロゴを当ててロゴに沿ってナイフの裏などで跡をつけます。ラップを剥がして、今度は後に沿って包丁でカットします。ちぎれないようにそっと生地を剥がして、クッキングシートを敷いた天板に乗せます。150度のオーブンで13分焼きます。焼き上がったら完全に冷ましましょう。チョコの補強とクッキーとののり付けのためにホワイトチョコレートを塗ります。そこに冷ましたクッキーを貼り付けて、このまま冷蔵庫で冷やし固めます。固まったらそーっと剥がしてみましょう。内の部分をきれいにカットして完成です。美味しいですが、口の中が真っ青になります。ご注意ください。次回はローストポークを作ります。お楽しみに。お料理好きなあなたも、毎日のおかずやお弁当を動画にして収入に変えてみませんか？お料理クマチャンネルからとっておきの情報をあなたに無料でプレゼントします。その説明文のリンクからこちらのページに行き、無料プレゼントをゲットして詳細をご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。